はい、どうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコース相手の方をいただきました。壁キックミックス、いろんな壁を蹴りつけて 2.38% やってまいりましょうか。カジュアルということですけれども、カジュアルってどういう意味なんだろう？カジュアル、格式ばらず、くつろいでいる様だそうです。特に気軽な服装の様。まあ、気軽にできるレベルですよという意味かな。カジュアルな服装ってよく言うけどね、確かによく考えたらカジュアルの元々の意味を知ったことは、調べたことはなかったなという。はい、ちょっと待って、こっち、ここ、こう来る感じか。もっかいはやる余裕ないか。一気にここまで、むずそうだな。こんな感じで、そっ、ちょっと待って、これむずいな。はいはいはい、なるほど。わあ、入れるんだ、これで。うわ、むず。なるほど、こんな感じで、まあ、3種類の壁キックをやりなさいよというお話でございました。うわ、よいしょまあ別に、1アップキノコ取っちゃいけないことはないんだけど、なんとなくね。続いては、なるほど、この下に書いてある図がお題ってことか。だから、ここはオンオフスイッチを叩きつつ、切り替えていくってことか。なるほど。うわ、これ次どうなるかわからんね。え？あれか、あんまくるんとかせずにもうトントン行った方が時間いけるってことかな。トン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 みたいな、くるんせん方がいい。いや、してもまあ多少はこっちでやりつつ、次右左ってことか。はい、あれ、多分これこのぐらいちょっと伝っとかないとってことだよね。で、え、あー、ちょっとやり行き来しろってことか。こう行きます、こう行きます、でちょっと一回ここ挟んで、一回でよかったねはいはいはい、こうだね、オッケー、やった。これでセカンドステップもクリアというわけで、さあ、というわけで最後は青い土管、ここは一方通行、一方通行を伝って何のやり直し用のドアなんでしょうか、あれは。はい、ちょっと待ってよ、ここ、あ、ミスった。あ、なんかやり直し用っぽいドアがある。はい、で、ん、あ、何ここ、何ここ、ゴー、ん、なんだそのブラックパック、ここなんだ、めっちゃ気になるんだけど。ここってこう行ってこう行って、ん、なんか謎いな。で、この下は一体何なんだ、一体この下、この矢印の下に。はい、おっと、ん、入れなかったよ。入れないなら嘘か。まあ入れないということは、あのルートは嘘という捉え方でよろしいんじゃないかなというお話でございました。というわけでドアに入っていきまして、さあ、これでピンクコインが3つ集まりましたと。さあ、そしてこれで4つ目ゲットしまして、鍵になりまして、ウィッシュゴール。というわけでコース ID の方ありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでもお待ちしております。というわけで本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。いやー、いいですね。パウを1回発動させるだけ、本日のサムネにいかがですか。確かになんか、すごそう。なんだこのコース。パウブロックを一回発動させてゴールやってみましょうか。なるほどねって感じだね。取れないか。てか、そうか、丸々に当たるもんね、絶対。え？ここには乗れるよね。え、でも絶対当たるよね、これ。え、どっちだろう？ヒップドロップか、持って逃げる。なんかさ、こう、こっからこうかっさらえないかな、こう斜めに入るときに。いや、多分こうヒップドロップで逃げるのは多分無理だと思うんだよね。あー、これで逃げられないかな、無理かな、きついか。ってなると斜めにこう入りながら持てるんじゃないかな。いや、丸々に当たったら 100% 死ぬよね。んー、なんか惜しくない？おお、いけた、すげえ取れた、すっげえいけたびっくりした。上級メット乗り継ぎ、これができたら100人前です。やってみようか。 0.8% か。メット乗り継ぎってことはあれか、メットを足場にしてそれを乗り継いでいったら進んでいける的な、まあそういう感じのコースなんか。あ、そういう感じだね。あ、でも低重力なんだ、なるほどね。だからちょっと待ってよ、丁寧に行こう、丁寧にちょっとさっきは焦りすぎたわ。もしかしたら時間制限もあるかなと思って。ここ当たんない？当たんないか。これは飛べってことだよね、多分ね。
で、まあ割と定住の空間のくるくるは何でもやりたい放題みたいになってくるから、はいはいはい。で、そいつ一回降りようか。はい。で、こう行って、はい。いいよ、順調に来てんじゃない？くるんくるんで調整しつつ、次のメットを乗り、あー。はい、こっから飛びます。で、ここのメットに次降りて、で、ここは素早く降りないと置いてかれる。で、トイトイで、ここ乗って、割と急ぎ気味で行っていけんじゃないかなっていう気はするけど、さっきここで死んだっけ？はい、オッケー。ちょっと待ってよ、これ斜めだから。やばい。あー、オッケー、ゴールだ。いやー、あったいけた。初めて作った50秒スピードラン、時間はギリギリです。僕は2秒余りました。ギリギリじゃないんかい。まあまあ2秒余るは、まあそこそこギリギリか、ちょっとやってみようか。パワーブロックを持ったままゴールだそうでございますけれども。なんかね、一応今んとこクリアした出てなかったけどね。難しいんかな。P を、おっと、ここは一マスで壁ジャンプね。はい、ここ、これを持ってけではないんだ。ん？おっと、飛び出してきたね。飛び出して、ちょっと待って、ここがあれだ。坂道になってんのがなんともやらしいね。しゃがみジャンプくるんがめちゃめちゃやりにくくなってるし、ここまでか。ちょっと待って、このぐらいの減速は許されるんかな？これもダメ？いや、いけたね。このパウがゴール条件か？このパウを持ってくんかな、ずっと。ここでちょっとタイムロスが。これを取ってからこういけってことか。間に合うか、これ。間に合ったね、間に合ったね。ここまででやっと25秒半分。いや、いらんやんけ。いや、でもパウは持っていきます。なぜかというと、パウを持ってることによって壁を伝っちゃうリスクがなくなるっていう。パウを持ってるおかげで壁に伝れなくなるから。ここら辺がね、ちょっと行きやすくなるんで、しんどるやんけ。で、ここで捨てておく。ここでパウを捨てておくことによって、トイッと。ワン、ツー、三段ジャンプ、クンクン、クングルン、クルン。はいはい、トントン、トントンで。もっかい、三段ジャンプじゃなくても届く高さ。いや、でもなんか三段ジャンプした方がよさ。ちょっと待って、こっち待って。加速というか。怖いね、ちょっと待って。でも2秒余ったんだよね、一応投稿者さんはね。だからワンチャンこのぐらいのタイムロスは許される可能性が。ない、あぶねえな、怖いな。で、いやーでも時間なさそうな感じすんな。ワンツーで鍵ドア、あれワンチャンゴールじゃね、ワンチャン残り1秒だけど。うわ、間に合ってないんだ今。うーわ、そっか。うわ、絶対に間に合った、絶対間に合った。これ3秒ぐらい暴れるんじゃない、余せれるんじゃない。はいはい、オッケー、やった。さあ、こちらリクエストいただきました、ドット絵クイズやってまいりましょう。まあクリア率は結構高かったんで、まあ難しいとかではないんだろうけども、ドット絵クイズとは GO やってまいりましょうか。さあ、なんかクイズが出されるから答え、あ、これはクリボー、カキボー、これはカキボーですね。これはね、カキボーが書いてあるね。あ、すごいすごいよくできてるね、書き棒。ちゃんと描かれてますね。はい、書き棒でございます、これは。なるほど、こうやって書いてあるものは何でしょうかっていうのを当てていけばいいというお話ですね。これは、キノコだよね。これはキノコだね。すごい綺麗。確かにこの綺麗、あ、デカキノコなんか。なるほどね。このキノコのさ、この傘の部分のこの柄？白い柄？そこまで再現されてんのがすげえ丁寧だね。さあ、やってまいりましょう。全部で5問って書いてあったよね。続いては、なんだこれは。ここまでではちょっとわかんないな。ちょっと下行こうか。はい。トゲメットだ。トゲメットだ。すげえ、この、だからあれだね。この白い線とかも全部再現してあるわ。この光沢の部分の白い線とかね。なるほど、こっちトゲメット。下がトゲメットで上がトゲゾウだっけ？逆だっけ名前。あ、これはカロンか。カロンだ。おー、ちょっとカロン、ちょっと頭の方から見よう、ちょっと。この目が綺麗だね、この水色でね、氷ブロックで再現されて。なるほど、これはカロンですね、完全に。ここで、だから、カロンとゲッソ。どう見てもこれはカロンだね。そっか、カロンの目って青いんだ。青いね、こう言われると。全然意識して見たことなかったわ。多分、カロンの絵を描けって言われたら白で描いちゃうだろうね。ラスト。ラストは何だろう。もしかしたら主役の方かな。いや、違うな。マリオかなと思ったけど。違うっぽいな。これはチョロさんじゃないですか。もう体の向きが完全にそれだね。チョロさんじゃないですか。おー。あ、なるほど、そっか。左手はこうやって添えてあるんだ。で、お腹のこのハテナブロックで表してるのはお腹の柄か。なるほどね。おー、チョロさんだった。やった。すごいね。お、サンクス？芸術性の高いコースでございますね。
自分では絶対これ作れないわ。めちゃめちゃ絵苦手だもん。絵も汚いし字も汚いもん、自分本当に。すごい、こんなコース作れるのはやっぱりね、やっぱ得意なんでしょうね、そういう美術的なことがね。いや逆にあんま得意じゃないけどゲーム好きだからこういうの作れるっていうパターンもあるもんね。いやーすごい。あ、1アップ取れんかった。というわけでここで、ゴールに登りましてゴールというわけで、コースリクエストありがとうございました。